こんばんは。こんばんは。お疲れ様でーす。はい。ここ、どこ？代々木です。今日はですね、代々木、コマスペシャルとして、まあ、今日はちょっと代々木の公演が終わった後に回してるんですけど、見ての通り、まあ、椅子がね、3つあるんですよね。椅子が。なので、今日はスペシャルゲスト2人お呼びしたのでね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。じゃあそれでは来てください。スペシャルゲストのお二方です。はい、どうもどうも。はい、どうも。入り方、入り方、入り方迷って今。どういう感じでいこうかな。いやどうも、はい、こんにちは。来ちゃいましたよ。そうです。まあ、の記念すべき初ゲスト。そうなんだよ。初ゲストですよ、2人が。光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れのところありがとうございます。こちらこそですよ。見ますか？そうですね。MC の方。いや、はい。ということで、今日私たち、代々木2日目の公演を終えて、今こう、ね、まあ、ここまをしております。あ、そうです、そうです。ユニットです。そうです。そうです。続きの方ですね。はい、ラビはセーフメンバーでーす。はーい、イエーイ。いやー、どうだった？楽しかったね。楽しかったね。いや、もう2日目もさ、初日に負けんぐらいの熱気やった、ね。なんか徐々に声援が大きくなるの。そう。いや、だからね、本当に Wiz に聞きたくて Wiz に叫ばしすぎちゃうっていう、悪い癖ですね、あれ。ね、みんなもうカラカラだったもんね、喉だよね、声がね。見食いとかで終わった後、ね、ちょっと会える Wiz の方何人かいらっしゃるんですけど、もうね、結構、大丈夫ですかって聞くんですよ。みんな、大丈夫ですって言ってるんですけど、大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。大丈夫です。大丈夫です。いや、幸せなら悩みだよね。そうだね。そうじゃない。だって今しか味わえない痛みだもん、ね。確かに。まあ、ね、すいません。本当にごめんなさい。だから今日はね、のど飴でも飲んじゃって。食べちゃって。いや、舐めちゃって。ねえ。なさい。ということで。そういうことでね。ね、で、それで、うちさ、ユニット名をさ、まだ考えてなかった。確かに。考えようって忘れてたね。そうなんですよ。なんか、もう結構私たちもやっぱもう考えてもやっぱ難しいんですよ。で、ちょっとアイデアをもらう？募集したほうがいいじゃん。ちょっと急いで。募集タイム！見てくださってる皆さんに、はい、私たちのユニット名を募集します。いいやんか。この3人を見て思いつく言葉をポンポン上げてください。今決定しちゃいたいと思います。はい。お。ちょっと地図あるかな？何かあるかな？何かあるかな？結構ね、難しくない？そうね。だって急にコメント止まっちゃったもん。みんな考えたの。みんな、どうしよう。待って。ユニット名。止まっちゃったー。そう。本当に？みんな本当に考えてくださってるのかな？ちょっと待ってください。なのかな？でもハートは止まってないの。確かに。そうだよ、ね、考えてる。やっぱ考えてるの。そうですかね。まこちゃんに似て真面目な感じです。ありがとうございます。もう本当に。何でもいいんですよ、本当に。もう、もう全然。もう重く考えないでください。そうですよ。ポンポン言っていただきたらいいわ、うん。そうだよね。じゃあ、待ってる間に、ここの。さっき一人やったから。ちょっとやってたら。じゃあ、私がここ。どこ？より行きますよ。ここ？どこ？よよぎ、はーい、ということでね、はい、よよぎでございます。おお、すごい、すごい、すごい、いきなり。ちょっと待って。すごいです。どこだな。はい。まあマーミとかね、まあ頭文字ですね、これ。ラブテニス。まこちゃんと。これひどい。まこちゃんと姫と姫文字。あーもう。うるさいよですね。あ、女子テニス部。テニス部。あまみ。テニスちょっと忘れましょう。そうだね。マシュマロフルーツサンド。なんかすごい。ママミーヤー。フラワーズ、レモネード、フワーズ、かわいい。
ちょっと読めない。急に美術どうした？おっと。ピンクラマー、コモンと部員、コモンとチーム頭脳部、まこちゃんと愉快な仲間たち。まこちゃんと愉快な仲間たち。メインです、3人メイン。ふわぴょんレモネード。ふわぴょんレモネード。ふわぽん。フレッシュサンド。難しいな。ここどこシステム。でもまあ、フレッシュは、ラブリーどうなんか。なんかさっぱりしてるのはわかる。なんかわかる。わかるよ。性格もちょっとさっぱりな3人は集まってるはわかります。確かに。それはそう。それはそうなんですよ。結構。なんかちょっとどうしよう。LYS。LYS。LYS。どっかのブランドみたい。あのラッコぴょん。あのラッコぴょん。あのラッコぴょん。ふわふわ。ああ、難しい。おお。すごいね。いいですね。もうね、爽やか。スイカ。ベイビーフェイス。ヒーズ。ノムノムマドンナ。ノム。スプラッシュマウンテン。スプラッシュマウンテン。スプラッシュマウンテン。難しいですね。いっぱい送ってくださってます。ありがとうございます。ラブスカッシュ。あ、分かった分かった。じゃあこれを私たちが後から見返して、ね、あ、そうしよう。次のライブの時、あ、オッケーオッケー。そうしよう、そうしよう。いいじゃん。じゃあ代々木3日目に、うん、私たちのユニット名を公開して。じゃあ3日、もう3日目にする。4日目ってことじゃなくて、もう3日目にする。どうする？4日目。4日目する？4日目。ちょっと考える時間を含めて4日目、2日間の会議時間を設けさせていただき、4日目に発表ということでね。はい、はい、期待してください。何になるかはお楽しみでございます。4日目、記念すべき私たちの、おお、もうね、今ね、すごい、もうね、あの、止まらないぐらい、止まらないですね。ないです。いやー、ありがたいです。すごいね。ありがたい。私たち本当に何も出てこなくて、そうですね。もうなんか、もうめっちゃ考えたよね、普通にね。3日間とかぐずっと考えって、何する何するって伸びて、そんな日か忘れてたの。じゃあ、皆さん楽しみに待っててくださいね。はい。はい、バブルとかでもね、ぜひ送ってください。うん、理由付きで、ぜひ。あ、確かに、理由付き。大事理由。うん、そうです。いやー、でも、ちょっと、余韻がね、まだ抜けないですよ、本当に。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった、今日も。ね、みんな、塩ラーメン屋さんとかに言うのかな、ね、ラーメン屋さんに言うのかな。なんか近くのラーメン屋さん、行列だったっていう。聞きましたよ、そう。聞きましたか。すごいじゃないですか。本当ですか、もう。今に早く言いたいね、ね、これですね。喜びます。もう私たちもちょっと塩ラーメンが食べたい。もうね、あのさっきのミーグリでリマに何ラーメン食べるんですか、うん、って、あのミーグリ良くなんですよ、年齢じゃ。何ラーメン食べるんですかってみんな聞いてて、でリマで言った塩ラーメン、塩ラーメンガチャずっと言ってんの横で、塩ラーメン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 食べて、塩ラーメンって言ってるから、そうなん、塩ラーメンって頭いっぱいになって、塩ラーメン食べてありがとうございます、塩ラーメン食べたいって、そっか、塩ラーメン、じゃあうちらも塩ラーメン食べるか。塩ラーメンで乾杯しますね。塩ラーメンで乾杯。塩ラーメン。いや、まだね、夜ご飯を食べてないので、私たちも今日は美味しいものをね、いっぱい食べようかなって思ってるんですよ。そうですよ。うん、そうですよ。なので、ウィジュの皆さんと同じものを私たちも食べたいので、ね。今日は塩ラーメン。塩ラーメンです。塩ラーメン。はい、約束。約束。何杯食べたかも教えてね。替え玉。レンズが回っている。それはどういうことか私は知ってます。どういうことでしょう、はい、はい。ズームタイムー。まあね、ということで、まこさんどうも。私たちやっぱゲストなんでね。はい。せーの。あ、今日、ほくろつけてるんですよ。そうじゃん。そう。見せなきゃ、見せなきゃ。はい。え、ちょっと見せて。あ、ここに。ちゃんと。ほくろと、今髪の毛ちょっと溶けて、まこちゃん。こっちのですね。あのね、前髪溶けて、まこちゃん一緒。ここね。うん、こうですか？そう。はい。あ、見えた、見えた。おー、かわいい。今日、袋をつけたんですよ。かわいい。はい。特別にね。かわいい。では、じゃあ、アイコも行ってきます。うん。蝶々がついております。蝶々、あやかに止まれ。見えてる。おー、かわいいでしょ。ダメダメ袋についてる。ついてるよ。よし。右ひみ。はい、右ひみは、キラキラした涙袋。涙があります。右には。あ、見えてる。右、そんな泣かないの？かわいい。いや、な、下向いたら見えないけど。でも分かるよ、反射してこうやってね。そう、泣き袋だって。泣き袋はこれだよね。うん。あ、
これだよね。泣き袋っていう、うん、あ、そうなんだね、言うよね。初めて知った。お、あ、そうです。これタトゥーシールです。あの今回のグッズでございます。いいな、いいな。紹介ね。はい、これ私に作るの。え、こう、え、これ2個ですけど。3個で。あ、3個、いいよ、めっちゃ。さあ、ぜひ、見えてね。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと、もうちょっと。もうちょっと。ぜひ見てください。はい、かわいいから。そうだね。はい、いやー、もう。時差でさ、こっちに見えるのに、それは見えるのに、カメラワークまでついてるの。そうだね。いやー、はい、いやー楽しいね。うん、いや、でも、今回の公演、本当にあっという間なんですよ、すごく。うん、楽しくて。楽しすぎて。一瞬は言えないですけど、ね。まあね、まあ、お楽しみなんで。はい、でも、なんか、どっかで聞いた噂によると、うん、感情を抑えて、うん、楽しむと、その記憶、残りづらいんだって。だから、もう、楽しすぎたときは、叫んだ方がいいらしいです。あ、そうなの？あ、なるほどね。なるほど、なるほど。なんか声とかで抑えてしまうと、うん、なんか、その記憶、残りづらいみたいな。あ、じゃあ、みんなに、だから、美獣は、叫びなさい。あ、なるほどね。思うがままに。楽しいままに。お心のままに叫んで、叫んでください。いいこと知りました。いいこと知った。いや、すごい、物知りですね。ありがとうございます。いやー、やったんですね。肩回ってるかな。わからない。うん、それ知ってる人の方が知らない。そうだね。はい。じゃあね。ということでね、ちょっと今日はちょっと夜、ちょっと遅いので、うん、で、皆さんもね、こう、ライブ帰りでお腹も空いているはずです。なので、美味しいものでも食べて、今日はゆっくり余韻に浸ってください。はい、ということでね、ちょっとこの辺で今日はマココマ日記を聞きたいと思います。生で見れます。生で。はい。やったー。あー、ファンとしては嬉しいですね。マココマファンとしては。今日見守ってたね。じゃあ、今日は何日ですか ?7 月の、6日ですね。6日ですね。はい。6日、エピソード6。先週、佐賀でして、もう1週間が経ちます。早いなぁ。佐賀の時、その日、まほちゃんそうなんですよ。同じ部屋の子だけど、そうなんですよ。2日したら帰ってきます。うん、すぐで撮ったもんね、右ね。今日はドライヤーの音が鳴りました。私も佐賀の時、まほちゃんドライヤーしながら寝てた。あの、2人と一緒に、使ったんで、この2人でこう使った後に、あやかとも使いました。で、両方をドライヤー中に。まほちゃんのドライヤー中に。幸せだよね。幸せだよね。もう絶対うるさかったって、もう。全然聞こえないんだよね。明日は七夕。私たちも短冊書きましたよ。そうだよ。短冊書かれますように。折り目と彦星が会えますように。はい。はい。の。書いてますね、まこちゃんが、ね、一生懸命。じゃあ、これでもやっとくよ。こっち向いてよ。にぎちゃん。すずのさん。誰かが言ってくれへん、これ。自分が言ってくれこっち向いてよ、すずのさん。こっち向いてよ、新井さん。こっち向いてよ、新井さん。よし。そろそろ。はい。こっち向いてよ、山口さん。はい。こっち向いてよ、山口さん。はい、ありがとうございます。それでは、時間を稼いでくれたということで、はい、ありがとうございます。できました。かわいいゲスト、あやかとみーひ、最高のツアーで、締めは塩ラーメン。おーうまいおーうまいはい、ということでね、まあ、こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ありがとうね、時間を本当に。全然ありがとうございます。ありがとうございます。はい、楽しかったです。ということで、私たちも美味しいご飯を食べていきたいと思います。今日もありがとうございます。